始め。もしかしてもっと？やっぱり。初めならそうすると思った。うん、私は一番の理解者だから。でもね、もし待たせちゃってたらどうしようって。半分不安だったのは内緒。本当にいくらでも？目つきがやらしい。もうバカ。ん？何？それで初めは？どうしよう、初め。嬉しすぎると本当に言葉って出てこなくなるんだね。あと、にやけたまま顔が戻らない。よくないよ。これじゃあ私だけ変な子。それは…ううん、いや。だって私、そのままのはじめが…好き…だから…変？この前、青葉にも一緒に見てもらって。それは違うよ。わざわざとかじゃなくてね。彼女だもん。やっぱり好きな人には可愛いって言って欲しかったから。うん、ありがとう。でもそれもちょっと違うかな。はじめと一緒の時間は全部私にとって大切なものだから。
だから全然安っぽくなんてないし、むしろ宝物が増えて私は嬉しいくらい。さあ、さっきから。はあ！見ないで！今の私は見ないで！さっきお兄の鼻からシュルンって。まあ、あれだけイチャイチャしてれば気づかないだろうけどね。いたけど、そりゃあんなの見せつけられたらみんな気まずくもなる。そういうこと。てかデートなんでしょ？だったらこんなとこでチンタラしてないで早く出かければいいのに。そんなのしおり姉の服見ればわかるって。そうだよ。あの時のしおり姉ったら。お兄聞いた？それがしおり姉、お兄の好みに合わせるんだ。珍しく自分から店員さんにも声かけててさ。ちょっ、どっちが似合いますかってすっごい真剣な顔で質問してるんだもん。青葉、余計なこと言わなくていいの。はじめもね、ほんと、そろそろ行こう。はじめくー。